はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今日の動画では、商品のちょっと説明をしたいなと思います。共同開発した、ヘナジェルプラスとヘナウォーターマイナスっていう商品がこちらあるんですけども、こちらです。で、今日ですね、先日じゃなくて昨日か、届きましたで、Facebook とか、SNS に発信したんですけれども、かなり反響をちょっといただいてまして、美容師さんの方から、今日営業終了後までに7件今問い合わせ来てまして、で、7件美容室の方で使えないかと、そういうふうな問い合わせをいただきました。ありがとうございます。それでですね、一つ言いたいことがあって、まずですね、これ作るのにあたって、ちょっと小ロットで作ってるんですね。最初どうなのか分かんないんで、少ない数、小ロットで少ない数で作ってるんで、1本の単価がすごくどうしてもちょっと仕入れが高くなってるわけですね。で、どういうものにお金かかってるかというと、この容器代ですね、まず。それからこのラベル代、それから工場での製作代、依頼代、あと依頼代ですね。あとは、チラシとかですね、あとホームページを作っていただくんで、そのお金だったりとか、あと輸送代だったりとか、あと原料代全部含めまして、1本の単価で割ってみるとかなりの金額になってしまったんですよ。で、初回のロットに関してはもうボランティアだと思ってるんで、これ嘘なく儲けほとんどないです。で、これを、サロンさんにもし、落とすとなると、そのサロンさんの取り分っていうのも、ちょっと最初のロットに関してはちょっと少なくなると思うんですよね。ただかなりですね、他の美容室との差別化になるかなと思うんで、もし興味がある方はメッセージ、続けていただけたらなと思います。で、あと僕の考えとしては、やっぱり差別化を僕はすごく考えてるんで、他店舗の差別化なので、あまり同じ地域に同じように使ってる方がいらっしゃると、せっかく使っていただいても意味がないと思うんで、まずそこですね、お近くで使われるサロンとか多い場合はちょっと厳選させていただいて、早い順からみたいな感じにちょっとさせていただこうかなと思います。で、他の美容室で使ってないものとか、インターネットで流れてないものっていうのを使用したいなっていう方は、ちょっと問い合わせいただけたらなと思います。で、まず僕自分でその共同開発して思ったのが、めちゃめちゃ結構僕自信あって、これめちゃくちゃいいと思うんですよ。で、使っててもやはり2年ぐらい制作開始してから2年かかってるんですよね、正直な話。で、一度、他の工場とかで作っていただいて、結局ダメになってしまって、新しくまた工場を変えて、そのやり取りする方も新しく変えて、今回やっと製品化になったんですね。この2年間は結構大変だったんですよ。で、この2年間で本当にいろいろ試して、もう何回もテストした結果、これが出来上がったというような感じです。で、まず匂いですけど、このヘナウォーターって、こう水の方は、北海道産にとりあえず僕はこだわってます。もう北海道で今札幌で美容室やってるんですが、北海道だからこそ作れるようなものをちょっと作りたいなと思って、ここにも北海道マークが見えるでしょうか。北海道マークがどちらも入ってるんですけれども、北海道産をしてます。で、香りの方はこちらはハッカとか使ってますね。で、こっちはラベンダーです。はい、ラベンダーと、ちょっとオレンジとか使ってますね。こっちはレモンと、ハッカとか使って、ちょっと上品な香りに作りました。あとはヘナですね、ヘナを使っております。で、
結構この商品化するまでは、まあ、細かいことは言えないんですけど、かなり大変だったんですね。それを踏まえてやっと商品化できました。なんで僕もすごく愛着がある商品であります。で、まずね、これじゃあどういうものなのかなっていうのが皆さん多分気になってると思うんですけども、どういう時にどういうふうに使えばいいのかっていうのは、これはですね、オーガニックのものと、化学を融合させたものです。で、オーガニック商品と化学を融合させたっていう、このヘナウォータープラスとヘナウォーター、あ、ヘナジェルプラスとヘナウォーターマイナス、これを、プラスとマイナスですから、これを2つ一緒に使うと、一番いい結果出ますね。まずこちらをスプレーさせていただいて、このようにスプレーをしていただいて、でつけていただいてコーミングします。で、あのアウトバスなので流さなくて大丈夫です。流すタイプのトリートメントではありません。お風呂上がってから使います。まあ、例えば寝癖直しだったりとか、まあ、そういうような感じでもいいですし、朝起きた時につける感じでいいと思います。あとお風呂上がったとか、つけてください。で、オーガニックなだけに体に優しいものを使ってるんで、そのまま寝ていただいても大丈夫です。でこのままつけていただいてコーミングして、で、ボリュームが欲しい位置だったり、ちょっとまとめていきたいっていうところに、このウォーターじゃなくてこのジェル、これをワンプッシュで結構出るので、こちらをポイントにこうつけていただきます。これがまあ使い方で、乾かすで、トリートメント効果が発揮するっていうような、まあ、すごく単純なものです、使い方としては。でただ、まずこの使い方としてはこれを2つ使うんですが、まあ、2つ使えないよという方の場合、まあ、どっちかちょっとまず使ってみたいなっていう方は、どういう使い方があるかというと、まずじゃあこのジェルから、ヘナジェルプラスからちょっと説明したいと思います。